どうも皆さんこんにちは、レッドです。もうね、今ね、昼間の作業は暑すぎてね、もう夜じゃないとやってられないですということでね、今回はダイハツのハイゼットを使っていきたいと思います。もう前回私がね、このハイゼットのことをね、ハイジェットと言ってしまってね、もう本当に申し訳ございませんでした。そして今まではね、シルビア、アコードにはドライブレコーダー取り付けたんですけど、まだね、こちらの軽トラに取り付けていませんので、ドライブレコーダーを取り付けていきたいと思います。そして今回使っていくドライブレコーダーはこちら、ビオ4の A119V3 です。今回使うドライブレコーダーがですね、海外でかなりね、人気のドライブレコーダーらしいんです。ネットで調べた感じでは。そして今回の取り付けなんですけど、この本体と別にね、バッチョクの電源ケーブルが付いてるんですけど、私の軽トラはね、普段このバッテリーのターミナルをね、オフにしてるので、今回付属のこのバッチョクのターミナルは使いません。ちなみにこのバッテリーターミナルを使うことによって、車の電源を切っても駐車監視システムなどが、起動しておくことができます。ドライブレコーダーのカメラの前をね、人が通った時とか、車をトントントンとかね、こう衝撃反応とかね。なので今回の動画はね、簡単に誰でもね、取り付けれるような、取り付け方をやっていこうかと思います。それでは取り付け作業、レッツスタート。深夜の怪しい人です。今回はビオ4の A119V3 のドライブレコーダーを取り付けていきたいと思います。果たしてどのような性能になっているのでしょうか。そしたらですね、中身の紹介をしていきたいと思います。ドライブレコーダー本体ですね、かなり薄型でカメラが、ここについています。そしてここがね、取り外しできるんですけど、これがね、 GPS ですね。この両面テープを剥がしてフロントガラスにピタッとつけた後に、こうやってね、着脱ができるようになります。そしてこちらの挨拶の紙と取扱説明書、そして残念ながらね、この取扱説明書はね、全部英語なので、日本人の方はですね、ちょっと分かりにくい仕様となっております。そして USB のコードが2種類あります。こちらはね、長さがあるので自分の車の状況に合わせて使い分けてください。そして配線を止めるためのクリップ、こちらがですね、5個セットになっています。そしてドライブレコーダーの台座が2種類プラスで付いているんですけど、こっちはね、 GPS が付いていません。なのでね、別の車にこのね、テープのやつをつけて、カメラがささっと移動できちゃう感じです。そして最後に交換用の両面テープと、謎のスポンジがね、付いています。一応切れ目があるんですけどね、何に使うかが分かりません。そしてね、見た感じですけど、シガーソケットのね、挿すものがね、ないので、この USB ポートに変換するシガーソケットは、今回自分で用意します。そしたらですね、今回ドライブレコーダーは運転席側ではなく助手席側につけたいと思います。軽トラだとね、ドライブレコーダーがこの真正面に来すぎるので、視界に入ると邪魔かなーっていう理由です。上から下に簡単に配線を通していきたいところなんですけど、やっぱ USB のね、これだけの太さを上から下に通すのはね、難しいわけなんですよね。そこで登場してくるのがこちら、エーモンの配線ガイド。まあ、こんな感じにね、形を記憶することができるんです。結構固めなね、針金みたいな感じですね。そしてこの配線ガイドなんですけど、両端ね、形が違います。こっちの輪っかに配線を引っ掛けて、そのままね、グイッと引っ張っていきます。配線をこの中間から通します。ある程度手で送ってあげる。で、あとは下から引きます。そしたら USB、 これね、これでですね、今上からドライブレコーダーの配線と下から USB の配線が出せました。で、今回ハイゼットに配線を取り付けたんですけど、ここがね、天井と圧迫されて配線が断線しそうなので、ヤスリでね、この配線の逃げ場を作ってあげます。ヤスリでね、このくぼみを作ったので配線が変に圧迫されることはなくなったんですけど、保護のためにテープを貼っておきます。で、そのテープの上からこの溝にね、通します。これで、断線の恐れがなくなります。そしたら次にこちら、ドライブレコーダー本体の取り付け位置を決めていきます。ちなみにコンセントが挿せるのはこの GPS 側と本体の横にありますので、これをね、自分の好みで合わせてつけていきます。
やっぱ一番スッキリするね、この位置で取り付けていきたいと思います。そしたら取り付け位置の、油分汚れをね、脱脂して取っていきます。そして裏の両面テープを剥がしていく。つきましたね。でこんな感じでね、回収することもできます。あとはこの USB の配線をこのシガーソケットのあるここまでね、引っ張ってくればいいだけです。まあ、この時にね、こんなブランブランした状態だとみっともないので、この付属品の配線固定で固定していきます。こちら USB をさせるシガーソケットです。よっしゃ、配線全部きれいに隠れました。それではキーをオンにして電源がつくかをチェックしてみたいと思います。3、2、1、ほい、お、来ましたね。とりあえず今ね、カメラが下を向いてるので上を向けてみましょう。そしてカメラにもね、保護フィルムがあるので保護フィルムを取ります。で、そしたらね、なんかわからないんですけど、もう一個ね、これカバーがついてるんですよ。カバーを取ったらこっちの本体側もね、フィルムを取ります。で、画素数なんですけど、一番マックスが 2560×1600p の 30fps ですね。そして一番下が 1280×720p の 30fps ですね。で、私が普段ね、動画編集とかで使ってるサイズが 1920×1080p30fps なので、こちらの設定にしていきたいと思います。で、ループ録画、これはね、オフにしておくとずっと録画します。ま、なのでね、おすすめとしてはやっぱ5分ぐらいなんですけど、動画編集的には10分がおすすめなので10分にしておきます。そしてこれが多分駐車モードの時に、人が目の前を通り過ぎた時にどれくらいの感度で、撮影開始するかっていうモードだと思います。すごいですね、根拳側ってね、なんかね、日本語めちゃくちゃなんですけど、これ多分衝撃です。車にこうコンってね、衝撃があった時の多分録画開始するかしないか。衝撃感度、こちらはですね、車のサスペンションとかね、足回りによるんですけど、基本は低感度をおすすめしておきます。画像回転、これをオンにすることによって、はい、画面がね、反転します。なのでね、取り付けに全然困ることはありません。ざっくり言うとね、こんな感じになります。それではですね、夜の状態と昼間の状態でどんな感じに映るのかをね、走行テストしていきたいと思います。今これカメラの音声で喋っております。どんな感じにね、聞こえていますかね。そして夜の風景、こちらもね、どんな感じに映ってるのか。ガソリンスタンド。そしたらですね、ドライブレコーダーに、こちらのカバーがついてるので、こちらのカバーを外した状態でね、今度走ってみたいと思います。見える景色が違ってくるよ。ではここからは音声はアフレコをしていきたいと思います。レンズを外した感じ、夜の場合はね、そんな違いはね、分かりません。そしてこちらの信号が LED 信号になります。 LED 信号対策のドライブレコーダーであれば、パパパパパパってね、点滅するんですね。夜の場合は分からないんですけど、まあ、夜の LED はこんな感じで光ります。そしてこちらが昼間の状態の LED 信号です。無点灯状態が確認できますね。ですがね、最新の状態にアップデートすれば、この LED 信号に対応できるようになります。実はですね、収録が終わった後にその最新バージョンが出てきちゃったんですね。そしてこちらが、昼間の街中の風景です。映像自体はね、かなり綺麗にはっきり映っているのが分かりますね。そしてですね、最初につけていたフィルター、今回つけてみます。するとね、空の映像とか雲の映像とか、なんか映像がはっきり映ってるのが分かりますかね。そしてね、撮影中にこちら、これ信号がもう多分ね、これね、赤でギリギリ進んでるんじゃないのかなと。そしてこの軽トラに関してはね、お前確信犯だろうって思いますね。こういった映像がね、もう撮れるんで、決定的状況を確保することはできます。そしてトンネルです。明るいところから暗いところに入ります。そしてこの暗いところからね、いきなり明るいところに出た時のこの映像の切り替えの
ポイント、これを見てください。映像はねもうパパッとね入れ替わってます。またこういうね別の映像ですね、長いトンネルから明るいところに出た時、もうねこの時点でね映像が綺麗に映ってます。これはねポイント高いですね。そしてねこちらのスポンジの使い道が分かりました。まずねこのドライブレコーダーをね外します。そしたらスポンジテープをね剥がしていきます。するとねこれ切り分けがされてるのでこんな形のねスポンジが取れます。そしてこれをですねこのカメラの本体側につけていきます。このアーチの部分がねちょっと歪んじゃいましたけど、ここにねぴったしつけることができました。走行データを見たらね結構カタカタ音がしてたので、このスポンジをつけて初めてねそのカタカタ音がね直ります。そしてこちらのレンズ何なのかがはっきり分かりました。 CPL 偏光フィルムらしいです。一番はっきり分かりやすいのが海とか川をねこう昼間見た時にねなかなかその中がね見えにくいんですけど、この偏光レンズを使うと中がねはっきり見えるようになります。それがですねこのドライブレコーダーに採用されてるわけですね。昼間つけてる方が、ドライブレコーダーとしてははっきり見えます。そして今回ねこのドライブレコーダーを使った感想としては、映像の写りのメリハリがしっかり出てるので、個人的にはね綺麗な映像だなっていうのは思いました。そして2点目、ドライブレコーダー本体がかなりねコンパクトで、すっきりとした配置でできます。何かの用事でこのドライブレコーダー本体を取り外す時があるんですけど、だいたいね吸盤タイプが多いんですけど、これだとねスライドでカチッて取って、台座自体は残ってるので、ね、また同じところにカチッてつけるので、こう画角がずれてたりっていうことがねほとんどなくなるのがいいポイントです。そして3つ目、音声がかなり細かいところまで拾えてます。あのちょっとしたね音楽を携帯で流してたんですけど、もうその音楽すらもうがっつりね拾ってました。なので車の外でなんかトラブルでね言い合ってる時とかは、音声がもしかしたらこう拾える可能性がかなり高いと思います。そんな感じです。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。そして今回ご紹介したドライブレコーダー、海外向けの URL も下記の概要欄に載せてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらね、日本の方向けで Amazon ページでね、下記の概要欄にも商品ページ載せていますので、気になった方はぜひチェックをよろしくお願いいたします。毎週金曜日夜19時より動画を配信しております。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram もやってますので、下記の概要欄からチェックをお願いいたします。フォローよろしくお願いいたします。今回はビオフォーの提供でお送りいたしました。バイバーイ。